今日から秋の火災予防運動が始まり、塩釜市の高齢者施設で火災が発生した想定の訓練が行われました。訓練は高齢者施設の利用者や職員、消防などおよそ160人が参加しました。施設の1階で火災が発生した想定で行われ、職員が施設の利用者を車椅子やベッドに乗せて外に避難させる手順を確認しました。また消防はベランダや屋上に避難して逃げ遅れた人をはしご車で救助したり、ポンプ車による放水で消火に当たったりしました。分かっているのと有事の際実際にできるのとでは全然違うということですので、定期的にこのような訓練を実動として行っていただいて確認をしていただくことが普段からの強みに反映していくのかなというふうに思っております。塩釜地区消防本部管内では今年42件の火災が発生し2人が死亡しています。